どうもこんにちは、今回はですねダイソーの新商品こちらをね3つご紹介したいなと思います。まず最初にですね調味料ボトル収納ポーチ、こちらがですねボトルが6個ついて500円となってます。で次がですねカトラリー収納ポーチ、こちらは9ポケットで300円となってます。でこちらがですね釣り用イカシバケツ、こちらが500円となってます。今回のものはね、2つが500円で1つが300円ということで、もはや100均ではないんですけども、結構ね、クオリティが高そうだったので、今回はこれを買ってみました。さあ、それではですね、一番最初に、まあこれ一番気になるところかな、調味料ボトル収納ポーチ、こちらをね、ちょっと開けてみたいなと思います。これね、付属のボトルは 50ml 入るようになってまして、種類が2つ入ってます。こんな感じになってまして、片側は液体が入るもので、片側は粉末が入るものとなってます。こうチャックを閉めていって、こんな感じでですね、ポーチ上で収納できるというものになってます。結構いいですよね。今までね、こういうものを手に入れようと思ったら、まあなんか近いものを探すとか、僕もね、自転車キャンプ行くときそういうの使ってましたけど、もっとちっちゃなボトルを用意して、まあなんかね、適当な入れ物に入れて持っていくということをしてたと思うんですが、こういうふうにねダイソーさんが公式に作ってくれたっていうのはすごく嬉しいことじゃないかなと思います。ただこれねボトル 50ml ってね結構容量多いですよ。多いんですがちょっとねこの中にいろいろ入れてみたいなと思います。僕ねスパイスボックスも自分で作って持ってるんですけど、まあ、こんな感じでね小型化できるっていうのは、結構いいんじゃないかなと思います。これサイズ違いでねまた出してくれたらいいなと思ったりしますけどね、もうちょっとちっちゃいものっていうか、油と醤油、まあ、とりあえずこれで入れてみましょうか。まず油でしょ、油があって次に醤油を入れました。醤油を入れて、あと液体とかもあるんですが、あのね粉末ですね、粉末のボトル使ってもいいんだけど、例えばこういうやつありますよね、こういうスパイス、これをそのまま持っていってるって方もいらっしゃると思うんですが、これね大きさ的に多分入るんだよな、入りますねやっぱり、例えば抹茶塩入る、七味入る、これは厳しいだろうな、多分これぐらいになっちゃうと厳しいと思うんですけど、あ一応入るな、あ入るのか、ってことはこれでもう良かったりしないかな、あーただ閉まらない、あ閉まる、すげえ普通に閉まる、普通に閉まるけどなんか最後が怪しいが、チャックが最後怪しいですけどね、でも普通に閉まりましたね。結構入ってますよこれ、うん、ずっしりくるぐらいの重さはあって、中はこんな感じ、まあ、十分じゃないかな。あとね、まあ、ちょっと塩コショウとかもありますが、塩コショウとかは粉末に入れ替えたらいいかな、まあ、この抹茶塩ってあんまり使わないんで、そうだな塩コショウを代わりに入れとくとか、そういったまあ、うん、ことをすればかなり使いやすいんじゃないでしょうか。ということでこのボトルですね、このボトルは、まあ、あってもいいんだけど、まあ、これが直接入るんでどうだろう、液体はね、まあ、こんな大きいやつだったりするじゃないですか、まあ、ちっちゃくてもこんな感じかな。これはですねさすがにちょっと大きさ的に入らないので、そうですねこういったものだけは、こういうふうに入れ替えるっていうのがいい使い方なのかなと思いますね。であとは例えばですね、こういったコンソメとかも入れようと思ったら入るんじゃないかな、ちょっとしたものだったら入りそうですね、多分コンソメとかだしとか持ってったりすると思うんですけど、あ入ります、入るので、それでも一つにまとまるというのはかなり嬉しいという方が多いんじゃないでしょうか。でここがね何だろう、これ多分合皮だと思うんですけど、これいらないだろうと思ったんですけど、例えば同じものを何個か買っといてですね、調味料1とか調味料2とか、まあ、なんか自分に分かりやすいように書いとくっていうのもありじゃないかな。まあまあこのまんま持っていくこともできますし、そうですねこういった付属のものですね、付属のものに入れ替えて、まあ、その都度こう差し替えて持っていくっていうこともできると思いますので、これはね買いだと思う。結構ねこういうものって、よそのメーカーとか出してたりとかしますけど、
500円っていうのがないんじゃないかな。しかもこのボトル付きでね、ボトル付きで500円っていうのができるのは、まあ、ダイソーならではなのかなと思います。まあ、500円ということで100均としては高い部類ですけど、まあ、十分価値はあるんじゃないかなと思います。ちょっと大きさの比較なんですが、こちらが外のシングルバーナー、折りたたみ式のやつですね。でこちらが今回買ったダイソーのスパイスボックス、どうでしょうか。大きさとしてね、だいぶ違うのがわかるかな。結構大きいです。これ自転車キャンプとか、バイクでツーリングのキャンプとかって行くときにこれ持っていけるかっていうと、ちょっとでかすぎるってことになるんじゃないかなと思います。まあ、その辺はねネックだと思うんですけど、車とかで行く方に関しては、これはかなりいいものじゃないでしょうか。まあ、大きめとはいえね、車だったらあんまり関係ないので、これはね何個か欲しいところかな。まあ、ところなんですけども、まあ、1個注意点というかですね、これ500円なんですが、こういうのねやっぱりね転売する人がいるんですよ。でメルカリとか見ると、早速売られてました。1300いくらとかで売られてたんですけども、まずね転売自体をどうこうっていうのもあれなんですけど、まあ、一つ言えることはね、1300円とかで買うんだったらもうちょっとねメーカーものっていうかちゃんとしたものがあると思うので、1000いくら出すんだったらそういったものを買う方がいいと思います。ただこれ500円だったらすごく出来がいいってことなんで、500円だったら買いです。ただ1300円とかで買うのはどうかなと僕は思います。さあそれではね、次のものなんですが、カトラリー収納ポーチというものなんですけども、これね確かに色が2色あったんじゃないかなと思います。このカーキの色とあとは黒。まあ、作りはね結構シンプルなものなんですけども、これがね飛び出し防止カバーみたいなやつですね。でここに、それぞれ箸とかフォークとかを入れてこんな感じで留めとくと、でそうするとここが開かないので、まあ、飛び出すことがありませんよというものになってます。ということでまずちょっとね入れてみよう。前はねこういうやつ使ってました。100均のなんだろうな、なんかケース、100均のケースに入れてて、まあ、これはこれでね、あの汚れても全然気にならないんで洗いやすいですし、すごくいいんですよね。真ん中あたりに箸を入れてみましょう。お、ギリギリだぞ。大丈夫かこれ。フォークが入りました。スプーンでっかいの入れます。スプーンが入ります。もうちょっとちっちゃいスプーンも入りますと。で、またフォークいきましょうか。フォークがまた入って、今度ナイフがまた入って、ナイフもちょっと怪しいなこれ。箸があってまたフォーク入れましょうか。フォークがあって、しゃもじは入らない。ナイフとか入んないかな。ナイフは入んないか。まあ、じゃあスプーン入れときます。この状態で閉まる。あ、ここゴムになってるんだ。なるほど。ここはねゴムですね。ゴムなので、あの、まあ、伸びるということになってますが、とりあえずこんな感じで入れました。あ、ギリギリだぞ。大丈夫かこれ。なんか微妙、閉まんない。順番を変えよう。これならいけるな。飛び出し防止のやつをつけます。はい、そしてこれでグリーンと折っていきます。そうするとこんな感じでできるわけですね。でこれはね今みたいにやってもいいんですけど、これね逆にもいけるんですよ。こうですね、この状態にもできます。まあ、この状態にしとけばですね、こんな感じで、まあ取り出しやすくなるんじゃないかな。
結構ね、この中に入ってると、ああどれだっけってこう探す必要があるんですけど、これであれば、まあ、そのままこうスッと出したりすることができます。まあ、これちょっと思うのが、ここナイロンなんですよ。ナイロンで、まあ、ちょっとね入れにくいところがあるかなと思います。まあ、使い始めたばっかりっていうのもあるとは思うんですけど、で、こっちもねナイロンみたいなやつで、ここにメッシュがあるんですけど、さっきのね調味料ボトルみたいに、ここもゴムにして、これもね一面ゴムとかにしちゃえば、もっと入れやすいんじゃないかなって感じがするんですよね。まあ、なんでこれにしたって感じはするんですけど、まあ、単純にね安かったんでしょうね、こっちで作る方が。ただこれ結構良くないですか、こう安定感ありますからね。安定感があるので、結構これはこれで流行りそうだけどな。でまた色もねカーキっていうのもいいですよね。そしてここにねなんかあるので、まあ、こんな感じでねぶら下げたりってこともできそうです。いやこれもね買いじゃないかな、これいいと思うんだけどな。まあ、特にこの状態ですよね、この状態の使い勝手がかなりいいと思う。さあそれではね最後の品なんですが、釣り用生かしバケツというものです。まあ、よくありますよねこういったバケツで、違いとしてはねここにメッシュがついてます。でここにも書いてあるんですが、便利なメッシュ蓋付きで魚の飛び出しを防いで海水につけて魚を生かしておくことができる、魚を入れたまま水替えが可能と。でこんな感じでですね、堤防とかでこう海につける時ですよね、その時の、ロープがついてるんですが、まあ、これはいらないと。ご存知の通りね釣りをほぼしません。じゃあなんで買ったのって話なんですけども、まあ、本当に釣りがしたいわけでもなく、まあ、釣りでも使えると思うんですけどね、じゃなくてこの辺です。これね100均で売ってるお皿ですよね。で今までね動画の中で何回かお話ししたと思うんですけど、僕ってねキャンプ場で洗い物しないんですよ。家族で言ってもしないんですけど、理由としてはねやっぱ油汚れ、キャンプに行くとね油結構使うんですよね。油汚れとか、あとそのタレとか、そういったので、こう洗おうとしてもあんまり落ちてない気がして、結局ね家帰ってお湯で洗った方がいいじゃんってなっちゃうんですよ。お湯で洗った方が洗った気になれるっていうか、すごく綺麗になったなって思えるんで、なのでキャンプ場で洗い物ってのはしないんですけど、ただね洗い物が多くなってくると、まあ、ゴミ袋の中にどんどん突っ込んでいって家に帰って洗うとというやり方をしてたんですよね。でその点このねバケツですよね、これね一辺がね21センチあります。21センチ21センチで、まあ、高さは19センチなんですけど、でこれ21センチでしょ。でこのねお皿がね19センチなんですよ。19センチだからこの中入るんですよね。すごいでしょ、これほぼぴったりなんですよ。さあいろいろ入れてみましたがどうでしょうか。シェラカップとかもねいろいろ入ってます。でまあ、洗い物をしなきゃいけないもの、それを全部この中にまとめて、メッシュで蓋をして帰ると。でそうすれば外にも出てこないですし、この中でどんだけ汚れようが全く問題ないですよね。もともと汚れるためのものですから。で洗うのも楽ですし、このね色合いもちょっとなんかキャンプっぽくて良くないですか、このサンドベージュみたいな。まあ、今回これはこういう使い方をしたくて買いました。まあ、本来の使い方とはねちょっと違うんですけど、まあ、これだけ容量がありますんで、家族で出かけても全然この中で足りるぐらいの、容量があるんじゃないかなと思います。ということで今回はダイソー新商品を3品ご紹介してみました。全部ですね実用性が高いものなので、お近くのダイソーに行ってみてはいかがでしょうか。メルカリの転売はね良くないよということで、今回の動画は締めたいなと思います。それでは